まずは昨日の試合を振り返ってですけど、詰将棋ってデスペが言ってるような感じになったな。場面場面で俺がまあパターンを変えようと思えば変えれたけど、お互い意地になって集中してしまって、考えてみたらロープに走ることも忘れてしまったよ。そういやよ、ロープワークしてねえなって。タイトルマッチでロープワークしねえって。後でワールドの配信見てそう思った。こういう新しい発見がある。昨日も言ったけど、エル・デスペラードは今後何度でもやり合う相手になるだろう。それは高橋ひろむにも言えることだけど、俺も長年やってっけどよ、何度も何度もやり合って毎回新しい発見があるってなかったんだよ。面白いよ、単純に。このリングは3度目のタイトルダッシュできたのは正直嬉しかった。もう少し余韻に浸りたいが、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアが間近に控えてるんで、そううかうかしてられねえ。今はこのベルトとともに、あのスーパージュニアのトロフィーを持ってリング上に立つっていうことが目標なんだが、昨日のブロックは組でさ、また同じブロックによ、金丸と田口いんだよ。ほんと俺に優勝させたくねえんだなっていう会社の陰謀を感じるんで、そいつを全て俺がぶっ壊します。はい、ありがとうございました。それでは記者の皆様からここで質問を受け付けたいと思います。本日は会見後の囲み取材は予定しておりませんので、質問はこの時間内にお願いいたします。ではご質問ある方は挙手の上、媒体名お名前をおっしゃった上でお願いします。ではどうぞ。はい、新日本オフィシャルです。今もお話ありましたけども、IWGP ジュニアヘビー級王者として挑むスーパージュニアという形になりますが、まあ、昨日今も、金丸選手、田口選手の名前も上がりましたけども、同じ、A ブロックの中で、初登場の選手もいますけども、その他に気になる選手、マークする選手いたらちょっと教えていただきたいんですけど。そう、インパクト の、 あのエース・オースティン、現 X ディビジョン王者なんだけど、実は言うと俺も元 X ディビジョン王者なんだよね。だからその新旧 X ディビジョン王者対決っていうのも見えるだろうし、今の王者の強さも、見れるから、それは楽しみですね。では他にご質問いかがですか。はい、どうぞ。東京スポーツの岡本ですけれども、昨年までは、ヘビー級のタッグリーグと同時開催っていうのが続いてましたし、今回3年ぶりに単独開催になるということもあって、メンバー20選手ということでかなり
豪華なメンバーも揃ったと思うんですけれども、改めてそのあたりについては石森選手としては、どう考えていらっしゃいますか。これこそやっぱジュニアの祭典、本来あった形が やっと戻ってきたなと、やっぱこの数年ね、まあこの世界的な、ね、情勢の状況で難しい状況でワンブロックでやってたからね、ちょっとやっぱ物足りなさも感じていたけど、やっぱこの世界中からこう何人も選手が集まるとやっぱこっちもテンション上がるし、昨日のあの紹介 V を見ただけで俺はものすごいテンション上がってるから、だからこれこそが本当のジュニアの祭典っていう感じだね。よろしいですか。はい、他にご質問いかがですか。よろしいですか。はい、それでは質疑応答は以上とさせていただきます。ベストオブザスーパージュニア29、5月15日開幕となっておりますので、どうぞご期待ください。石森選手ありがとうございました。はい、ご退場いただきます。